知られざる因縁の対決が今ここに実現。オーザテー体罰という名の暴力で生徒に怪我をさせ関西の教育界を追われた男、元暴力教師。元暴力教師だと。ドラゴンヒートハスキンザン、ゆきます。かつて往復ビンタで生徒をノックアウトした勇気が今宵ついに拳でワールを越せだ。どうだ、最高のマッチメイクだろ。お前もあの教師にはいろいろと恨みもあるだろ。お前が少年院に入るきっかけの事件は通報したやつなんだってな。だがやつの恨みはそんなもんじゃない。今宵拳を奪われた元暴力教師はガキどもに足蹴にされ続けた積年の鬱憤と悔しさをここで晴らさんと一気に爆発させるんだ。リングでその恐怖を存分に感じてくれ。あんたらよくもあんな相手を探してくるぜ。言っただろう、私はエンターテイナーだってな。だが相手は空手五段、合気道五段、格闘技の実力と経験はこれまで倒した二人より申し分なく数段上だ。どうする達也。さあどうする。ぶっ殺す。対するはもうやつに説明はいらないぜ。あのヒューガを下した男、オンザヘッド、カブロの恐竜、右京達也。本性を表した暴力教師を倒しドラゴンヒートのニュースターの座を獲得するのか。さあで気になるオッズはどうだ。おっと、やはり場内は達也優勢。しかし君たちだって分かってるはずだ。今までいくつの番狂わせを見てきたことか。いつだって最後に立ってるやつは分からない。そう、 Only God knows。なんで今までやり返さなかった。てめえ空手と合気道。バカなガキに言っても分かるまい。どうせ学校クビになるのが怖かったんだろ。所詮てめえはヘタレ教師だ。どうやら少年院では全く更生できなかったようだな、その腐った根性。叩き直してやる。鉄拳制裁だ。